そう、昨日もう昨日取れ高はチョケブラは昨日で終えたんで、今日は帰ります。このキャラバンしろ。いや俺はね必要ないと思うね。使って分かったわ、最弱キャラですわ、最弱キャラ。行くか。おかしいな、何が悪かった。まあ見失ったよね。見せつつ勝つ、 TNT も見せつつ勝つ。なんで TNT 避けなかったの。いやだからそれはそのね、旗から見るとそう見えるかもしれないけど、やっぱいいとこ置いてあんのよ、使い手が。簡単にはね避けれないとこに置いてたりする。素材は、俺の素材はどこに消えた。ちょ分かった、もう攻めない、変キャラの感覚で立ち回ってるからそれが良くない。これだな、このリズムだな。ホルトロッコ TNT、 ホルトロッコ TNT、 ホルホルトロッコクースタ TNT TNT ぐらいのバランスでいくわ。不法投棄やめて、トロッコで、トロッコの不法投棄。あえて今手前にしたのに、ずっと同じとこやってた。よし、もういいかな、もういいっすか、さすがに。まあもう昨日もやったからね、十分っすか。そこですか。あそこに置いた人、出ます、来てます、来てますよ。ただ77ね、圧ね。あんだけ俺 TNT で自分を吹き飛ばしといて、最後はこれ。あの自分を吹き飛ばしてたのがもう不敵だから。あの有名な人が言いました、笑いたきゃ笑えって。危ない、おい、ちょっと一回落ち着け、一回落ち着け、一回落ち着け、一回落ち着け。勝てるし、勝てるし、何もしなければ勝てるし。ねえ、今ちょっと危なかった。 TNT のおかげで、やっぱ TNT だな。いや TNT なかったら今危なかったよ。
耐えきれんかったようやな。いやだからみんなは見てるだけだから耐えれてるけど、本来は耐えれないからね。退治したら膝が笑うから。まあ、初見の方にもね挨拶しとかね。ちょっと待って、トイレ行きたくなってきて漏れそう。ちょっと待って漏れそう。ちょっとどうやって終わるの。ちょごめん、漏れたらごめん。早く決めるぜ。漏れるからね。誰あそこに置いたの TNT。 正直に言ってごらん。いやー、犯人探しは俺はしたくない。それで解決するの？誰が悪いって見つけて、そういう争いはしたくないよ。ダイヤに目がくらんだ。ダイヤが欲しかったんです。どっちなん、採掘しろって言うし、しなければしてたら採掘するなって言うし。オッケー、分かったわ。全ての謎が解けた。この中に犯人がいます。さらば。七色の TNT 使うから。もうじっとしろ、動くな、止まれ。動くんじゃねえよ。俺はマリオ。やっぱちゃんとね、こうシンクロさすの大事だから、キャラクターに自分をこう反映させるというか、シンクロさせるっていうのはやっぱそのキャラ愛といいますか、シナジーが出てくるから、気持ちの入り方が違うからさ。とりあえず掘るでしょ。まず掘ることが大事。掘らねば何も始まらない。乗るな、乗ってくる。ためさせろ。ためおー、当たらないよ。そんな攻撃は当たらないよ。ここかな、ここですか。まあ俺だったんですけど、今実は。かけたのに死なないことにかけた。俺はあそこでガードしてるようなやつは勝てないんですよ。勝負できないやつは、やっぱ男にはね、勝負する瞬間があるんですよ。今でした。そのね、ジャンプする必要があるんですよ。これはもしかしたら届かないかもしれない、飛び越えれないかもしれないっていうところもね、男はやっぱジャンプしないかん瞬間があるのよ。今日の中大生見せるぞ。なんでねえ、なんでこんなことになってんのねえ。ビップ行った？え？ビップ？うん。そういうなんか、そういうんでやってないから、縛られてないから。あ、そう。ビップかビップじゃないかみたいな、その領域じゃないから。まだその領域じゃない。ええ。そこでやってんのはまあ君たちみたいな、アマチュアはそうだけど。VIP か VIP じゃないかは
そんな大事じゃないか。で、VIP じゃなくないし、確か。VIP。いいから早く行くよ。閉まるよ。さよなら。とりあえずザンギさんに、ザンギさんにあげるわ。レイドありがとうっていうか、ゆっちゃんありがとうっていう、ありがとうっていう。はい、終わります。お疲れ様です。